これ。すでに言いますね。 OK、 俺はこっちの方で狙っていきたいと思います。ちょっとあっちの木のところちょっと狙ってみましょうね。はいはい、プロ見てください、いるんですよ。ほらほらほら、当たってる当たってる当たってる当たってないっすね、これ風っすねこれ見て、いるいる、俺も見ちゃっていい？でかいっすよね。おおお、浮きが動いた浮きが動いた浮きが動いてる。浮きが動いたってことは食ってるんじゃないですか。見えます？浮きが動いてるの。合わせてみる。来た。いいね、引き上げるよ。でかっでかっ、はい、でかいっすね。でかいでか、餌最高ですね。餌っすね。これは生かすんですか。一応ブクブクあるんで生かしましょうかね。はい、これ釣っとけっすね。釣らないといけないから一匹釣りて。この三毒ばかりいいとこ見せられないからコツとしてはゆっくり巻きながら動いてるように見せる。テレビは近くにいるけどね。お、当たってる。今触りよった。今触ってる触ってる触ってる。でも乗ってない。動いてないね。うん。よっしゃ。ヒット。ヒット。3363、俺も釣れました。おっしゃ、釣れました。テレピア、これもちょっと入れましょうね。はい、これですね。次は何ですか。これジグっすね。ちっちゃいね。ちっちゃい、うん、マイクロジグともいいのかな、これ。こういうちっちゃいジグを投げて、ちょっとね、あの底物、底にいるやつを狙いたいと思います。うわ、今来たけどな、ちょっと濁ってるからか来ないですね。反応はすると思うんですけどね。テレピアとかこういうなんかフォールに弱いんですね、あいつ。餌しか興味ないかもしれんな。餌だね。あっちの奥に投げたらあたり全部今来てます。どう？向き届くかな、岩の下。胴付きジグ。天才か。最悪、草釣れた。今日一の最悪。ポジション変えて、2メーターぐらい横ずれっすね。でかっ。目の前にいる。これ。バレないように。あ、こっちでも今ツンチしよった。いるか、ちっちゃい。手前の消えた。難しい。どうだい、ここは。よっしゃ、熱い場所入れました。熱ぽよ今ね、スプーンをフォールして置いて、フォールして、こうやって沈ませて、こうやって沈めさせて、繰り返しますね。反応しそうですけどね、難しいな。
ヨッタケさん餌サイズのやつ釣れました。投げた瞬間マジで 2,3 秒で釣れましたね。目に引っかかってる。目釣りっすね。こいつちょっと入れます。面白い。餌取られます。ミミズすごい、かなりいいっす。めっちゃ楽しい。今日一、はい、ミミズ反応がいいのでワームっすね今度は。あ、近いね。あ、ちょっとルアーでも釣りたい。まあ、フォールさしてる時にこう壊すっていう。お、今ワーム速攻反応ありました。うん、反応あるんですけどね。うわ、今一瞬掴み寄ったな。うん、ちっちゃいのがつつくんだな。もうグン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 っつって。釣れた。あ、バンバン釣れた。バンバン釣れたぞ。あの隣でめちゃくちゃいい魚釣ったよ。ここでこれ釣ったらなんか気持ち悪いっすね。今お子さんがチヌ釣ってますね。はい、最強ネタ教えるやつ。これ使っていいの、うん、これおかしじゃないのこれ。いいの。ちょっとちぎって、うん、針につけて、はい、投げて待ってたらなんか釣れる。釣れる本当。じゃあこれちょっと、じゃあ挑戦してみる。おじちゃんやってみようね。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。優しいね。チーズももらって餌ももらった。うん、いい子だね。ルアーっすね。トップ、あの、まあ、浮くやつですね。やってるんですけど。あっち何かな？あの辺なんかずっとポンポッチャンポッチャンしてるんだけど。何すかいいこと考えたっていうのは。もうセミっぽいルアーっすね。羽物、セミっぽい羽物っすね。お、ほんとだ。こいつパタパタするんですよこれ。へー、こいつを投げて、うん、ちょっと反応を見ようかなと、うん、あ、なんかセミが落ちてるように見える。そうですね、こうプクプクしてるんじゃないですか。すごいリアルだね。うん、ただ反応しないですね。投げるところが悪かったですね、僕の。間なんですよ、こういうのって。うわ、おお。みかんだけ。うん。お腹すきましたね。なんか結構、なんかこっち刃物立ってるから、なんかお魚100杯いると思うんですけどね。しかんでから。来ないのかな。来てる。なんこれ。なに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 。テレビか。おお、やばいやばいやば。
やばい。これ。これなんですか。これテレビじゃないよこれ。これ。あら、はじめまして。ね、タメトモか星マダラかどっちか。これね、多分ね、きっとタメトモハゼですね。タメトモハゼ。タメトモハゼ。これ。ああ、いいですね。タメトモハゼ。これ一回狙ってたんですよね。源のタメトモって言って。タメトモ。っているんですけど、その人が来て、で天皇がその名前つけたんですよ。タメトモハゼって。ああ、はい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 。タメトモ来てたからなって言って、タメトモハゼっていう名前にしたっていうね、伝説のあれですね。これは。こいつ逃がそっかこいつは。これ逃がそっか、これ珍しいので、この子はさすがに逃がしましょうね。いやー、やりましたね、グリスサンド、ね、はい、このセミちゃん来ましたね。最後の最後で連れてよかった。よかった。うん、じゃあ逃がしましょうね。ありがとうね。はい、最高でした ね。すごいクオリティですね、うん、川のクオリティさすがです。はい、ちょっとね、はい、今別の場所に移動しようかなと思ったら、はい、なんか背景とゆかりのある重要人物だったんですよ。そうなんですよ、たまたまっすよね、はい、じゃあ呼びましょうね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、春さん。ジョイカロンの春さんですね。はい、春です。お疲れ様です。春さん、どうしたんですか、今日こんなところに来て。今日仕事休みで、はい、で、あドライブ行こうって思って、はい、ヘドミサキまで行って、はい、帰りですね。あ、なんか徐々に言わんほうがいい、これ。いや、全然特別な、なんか、ね、ちょっと俺たちに知られてはいけない予定とかではなかった。いや、普通にジョイさんにドライブ行ってくるねって言って、あ、はいっていう感じです。あ、じゃあ大丈夫です。公認なんだ。はい、あ、よかった。ほっとしましたね。はい、いや、ね、気まずいかなと思って、動画で公開されるから、カットしようか、カットしようか。もう普通に一人で。ヘド岬でなんか叫ぶの？いや、普通にヘド岬で、うんうん、あ、海青いな、あ、魚いるだけ。あ、じゃあ実はですね、はい、まあ、ちょっと我々ね、はい、ゼロ円生活っていうものやって、はい、正直ゼロなんですよ、はい、で昼に、はい、みかん1個ずつ食べただけなんですよね、今ね、はい、でちょっと魚を釣ってそれを食べようかなしたんですけど、はい、調味料かお金もないなって言って、でそこで今ハルさんが目の前にいて、あっハルさん、こっちがなんかこれワンチャンってね。もし欲しかったらね、いいねで売っても大丈夫なので。え、見えないですね。見えないね。真っ黒やばいね。はい、これこの子、はい、はい、テレビ屋さん、はい、うん、ま、ちょうどなんか夜食に夜食にジョイなんか週にしてはなんかテレビ屋唐揚げ食いたいとか言ってなかったですか。言ってないけど。あ、言ってないですか。なんか、まあ、欲しかったらどうかなと思ったんですけど。ジョイハル TV のスペースデイワリーっていう、うん、ありますけどね。怖、うん、怖って、うん、ゼロ円生活なんですよね。ゼロ円ですね。調味料欲しいんですよね。欲しいですね。じゃあ買い取ります。おー、マジですか。全部、うん、いや全部買い取る。5匹面白かったらこれ釣りの餌にも使えるので。あー、はい、釣りの餌にもね、いいと思います。はい、ちなみにおいくらで買ってくれるんですか。じゃあ300円。おっ、はい、150円150円で300円。いいんすか。いいんすか、はい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。じゃあそんな春さんにね、はい、春さんから。じゃあなんすか。おお、はい、ということでね、ハイサイステッカーも来ましょうね。ありがとうございます。はい、ハイサイステッカーですね。はい、今日じゃあテレピア2匹、はい、300円。ありがとうございます。持つべきもの友達ですね、はい、そうっすね。ありがとうございます。すいませんね。ありがとうございます。帰り気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。ジョイに餌にも使えるって言ってくださいね。あ、了解です。打ち込みの餌は多分ジョイ使うと思います。はいはい、300円ね、いただきました。チャリいいんだろ、光ってるぜ。ありがとうございます、ハルさん。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、気をつけて。ありがとうございます。撮った感じですか、これ。めっちゃビルいっぱいいるんですよ。ちっぽけな島国、真下増してく太陽、日差しが差した。極端的なこの暑さ、車内は当然蒸してる。カッターも買ってく足取り、ドライブ海振り向け、砂浜裸足はフリー。人なすぎても
残る思い出出す波打ち際オールを漕いでこい。